何か揉めた時に、あなた私のことたっぷり知ってるじゃない、見つかった時にはもうあの次の瞬間死ぬかもしれないみたいな。皆さんこんばんは。東京青山の結婚相談所マリーミー代表婚活アドバイザーの植草美由紀です。月曜日のこの時間は植草美由紀の恋愛結婚相談の時間がやってまいりました。この番組は全国のリスナーの皆さんから寄せられた恋愛婚活結婚にまつわる様々なお悩みを解決していく番組です。さてここからのコーナーはですね、毎回素敵なゲストをお呼びして様々なお話をお聞きしていくコーナーです。今日のゲストは就活ジャーナリストの金子和歌子さんです。金子さんは流通ジャーナリストの金子哲夫さんの奥様で、株式会社 LTN 代表取締役、ライフターミナルネットワークの代表としてご活躍されています。ようこそお越しくださいました。こんにちは。はい、ですね、実は私、はい、ご主人が、はい、お元気な時にですね、はい、フジテレビの本間でっか TV っていう番組にですね、はいはい、共演させていただいたことがありまして、はいはい、であの時ですね、2012年はい、もう春くらいだったと思うんですけれども、あのお隣だったんです、実は楽屋が。そうだったんですね。そうです、はい、で楽屋にご挨拶に行ったんですね、はい、で当時ね、あのご主人ってすっごいテレビに出ていらしていて、ありがとうございます。バラエティーも出てらしたし、あと報道情報もありとあらゆる、いやいや、朝からお昼から夜から出ていらしてですね、ありがとうございます。で私も、金子さんと今日共演なんだなんて台本をねいただいた時に、はい、あの思ってご挨拶に行ったんです、はい、そしたらお名刺をくださって、はい、でその名刺がですね、何月何日この番組、何月何日この番組って書いてあってですね、すごい量だったんです、はい、ですごいですねっていう話をしていて、で私がその当時はまだそんなにはテレビ出てなかったですね、今ほどは、はい、ですごいな、私もこんな風に なれたらいいなぐらいの感じだったんですけど、はい、ですごいですねってご主人に言ったら、実はね1週間に1回書き換えてるんだよってお話しされていて、はい、わすごいなと思って、でまた自分の学園に戻ったんです、はい、そしたらすっごい咳をされていて、ものすごい苦しそうにずっととしてらっしゃったんで、うん、あら今日はお風邪を引いてらっしゃるのかな、うん、本番で大丈夫のかななんて思ってたんですね、はい、でそれからもうあのしばらくしたらですね、あの、まあ、テレビでお亡くなりになったっていうニュースをですね、はい、お聞きして、あそうなんだとこうびっくりしてですね、私いただいたその名刺を、はい、実は私も同じようにそのお会いした後、はいはい、テレビに出るようになったので、自分も出演を書いていったんですね、名刺に、はい、同じようにありがとうございます。いい、こういう風にやってみようと思って同じようにやってみてですね、今こう何個もこうあの出演番組を、ね、書けるようになったんですけれども、はい、年に1回名刺の整理をするんですけど、はい、ご主人の名刺はまだ持ってるんです。ありがとうございます。なんかね捨てられなくってですね、あのもうとにかく咳がすごくていらして、びっくりして大丈夫なのかな本番って思ったりして、 あの2012年ですから、はい、本当にもう最後テレビに出られなくなる直前ぐらいに多分あのウェクスさんと、はい、ね、お目にかかったと思います、はい、あっという間でしたもん、はい、私がテレビでニュースを見たのは、ね、あの亡くなったのが、他界したのが2012年の10月ですの です、ね、はいはい、でも本当にもう8年半ですか、ね、あのあなんか捨てずに、はい、持ってていただいて本当にありがとうございます。いやいやいや本当にね、あのまだその時のことをなぜかしっかり覚えててですね、でこの度あのゲストにね、はい、奥様に出ていただけるってことになって、もすごく楽しみにしております。でご自身でね今その就活のジャーナリストでされてるんですけど、はい、きっかけはどんなきっかけだったんでしょう。もうあの間違いなく夫が亡くなったから、うん、はい、それまではどんなことをなさったんですか。もともとはあの編集者でして、はいはい、書籍とかの、 あの本をたくさん作ってました、はいはい、でその他にはですね、まあ、大学の PR ですね、さまざまな大学さん の、 あの受験生向けの、はいはい、情報をまとめたりとかもしておりましたし、はいはいはい、まあ、あと
あの広告制作ですね、はい、実際問題の制作の方を、はい、あのずっとしておりまして、あ、なるほど、まあ、でもその最中にですね、まあ、夫が病気になって、そしてまあ見つかった時にはもうあの次の瞬間死ぬかもしれないみたいな、そんな早く、はいはい、そういうもう本当に末期の状態で、はい、そうなんですね、はい、見つかりまして、そんな状態でしたけど、まあ、約1年半闘病しましたので、はい、そこで、はい、いろいろなことを、まあ、夫と共に経験して、で、まあ、相手はあのジャーナリストですから、まあ、体験取材みたいな感じになっちゃいますし、まあ、私も編集者ですから、一方ではこう、はい、そうだよねみたいな感じで2人でやってたものを、まあ、亡くなる前ですね、これをまあ僕が死んだら若ちゃん代わりにやってよねっていう形で、はい、遺言なんですね、遺言というか、そうですね、引き継ぎされた感じで、はい、それを今もやってるという感じです、まあ、じゃあ今もこう何でしょうね、私のイメージだと一心同体みたいな感じですか、今も。そうですね、あの人によってはあの二人羽織と、あ、なるほど、いいですね、そのね二人羽織っていうふうに、はい、ね、言いますね。じゃあお仕事されていても、はい、何かこう見守って、そうですね、ええ、見守ってる、そうですね、見守ってる、知った激励ぐらいな感じかもしれませんけど、いいですね、そういうのね、はい、で私はあの婚活のね、はい、仕事をしてますので、はい、あのやっぱりこう婚活をしてる人たちって、はい、分からないんですよね、結婚って何だろうが分からないまま、はい、婚活をするんですよ、はい、だから今日はね、ぜひあのリスナーの皆さんにも、はい、婚活ってした後は結婚するんだよと、はい、で結婚した後長い長い人生があって、はい、で最終的には2人がどういうふうにその終わっていくか、はい、っていうところまでね、あの短い時間ですけれども、はい、少しでもリスナーの方があ、なるほどなって分かってもらえたらいいななんて思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。ちょっと今と引き続くかもしれないんですけど、はいはい、まあ、私ももろ今の話の通り、はい、あの、はい、死の本当にあのこれから結婚しようという方には、うん、ちょっと重いかなっていうような、はい、まあ、テーマを扱ってますけど、まあ、就活ですね、終わる活動の就活ですけど、うん、はい、まあ、婚活の専門家である植草さんがですね、はい、まあ、なんで私に声をかけてくださったのかなって、はいはい、ちょっとそこを伺いたいなと思ったんですが、はいはい、まあ、あのね、いくつかあるんですけど、まずは、はい、あの自分が生きてるうちに会いたいなと思ってる人に会っておきたいなっていううちのお一人だったんです。まず私がですか、あの、ね、あ、ご主人にお会いしたかったの実は、はい、だけどもお亡くなりになっているので、はいはい、じゃあ奥様っていうところではあります。ありがとうございます。そしたら、まあ、たまたまその就活 の、はい、あのセミナーですとかね、はい、なさってるっていうことをいろいろね分かったので、はい、今日は本当に楽しみにしておりました。はい、であともう一つはですね、はい、人生の中で私はその結婚をするっていう婚活のところをお手伝いをしてるんですけれども、まあ、生きてるうちにこの人生のレールの中でこの世に生まれてきました。で子供時代がありました、はい、で、お勉強をして、うん、それから学校に入ります、うん、で学生時代があって次に来るのが就職、うん、で次に来るのが結婚、うん、で結婚をすると今度結婚する時って半年1年でお相手を決めていきますけど、うん、結婚生活がすごく長いわけですよね。すごく長い、ね、もう本当に長い人って20代で結婚して90まで90、100まで生きると70年、はい、下手したら80年、はい、生きていく、そういうところをエンディングで最後のところをご覧になってらっしゃるので、うん、はい、私はその前の方の、うん、結婚する前のところと結婚してしばらくのところの専門なんですね、はい、でも人生の中の線路のところはずっとやっぱり人生同じなので、うん、その先ってどうなんだろうっていうところをお聞きしたいなっていうところを一つ大きく思いました。なるほど、はい、あとはですね、あの昨年末に父が亡くなったんですね、はい、でその時にですね、あの葬儀をどうするかとか、うん、それからあの実は認知症になって6年ぐらいして亡くなってしまったので、うん、その認知症の間にもっともっと聞いときたかったことって実はたくさんあったんですが、はい、私たち子供は全然知らないんですね、うん、で母が知っているもっと思い込んでたいろいろなところ、うん、でもあの相続だけではなくて葬儀をどうするかとか、うん、延命治療をどうするかとか、うん、まあ、そういうお墓の問題も含めて、うん、全くわからないまま私たちは四十九日を終わらせたんですけど、うん、子供たちと母親が思うように進めていっただけ、うん、でも、うん、父はどういうふうに思ってたんだろうっていうのを知らないまま、うん、四十九日が終わっ
ってしまったので、うん、まあ、そういうところをどうしたらよかったのかなっていうのをお聞きしたいなって、うん、この3つです。まさにまあ、亡くなっていかれる方が、はいはい、まあ、何を思ってたかっていうところを、はい、まあ、もっと事前に知っておけばよかったっていう、そこがまさに専門中の専門なんですけど、はい、簡単に言うとですね、私の夫はもう非常に細かく、はい、それを生前に私に伝え、うん、まあ、この通り私が自分が死んだ後、うん、私がどうやって生きていけばいいのかまで準備をしたような、うん、はい、すごいですよね、人間だったんですけれども、うんうんうん、でもそれはその本人だけがやればいいかってそういう問題ではなくて、はい、それをこう死を前にしてですね、うん、まあ、ご夫婦関係であるとご主人様とか奥様がそういう状態になった時に自分のまあ死に近くなった、死のまあご葬儀だと死んだ後のことですよね、お墓とかね、でそういう話をまあしたいってなった時に受け止められるかっていう、はい、突然ね、はい、そういうところでこういろいろトラブルというか、まあ、話を聞いてくれない、ええ、ご本人からもう全然家族は話を聞いてくれませんっていうふうに、はいはい、そういうふうに伺うこともあるんですよ。なので死の、まあ、特に前後ですね、延命治療どうするかって死の前の話ですよね、うんうん、はいはい、で死の直後だとご葬儀どうしようかとか、はいはい、本人は一体何を思ってたんだろうってね、そこですよね。そう、全然その、まあ、母とね何十年もいたんですよ、うん、全然話してないから、うん、私たちどうしていいか分からず、うん、もうやりたいようにやったという。どう決めたんですか。結局私4人兄弟なんですね、はい、で母も高齢であまりその、はい、参加せず、はい、兄弟4人で、はい、まあ、こんなコロナ禍ですからね、はい、まず葬儀は家族葬にしましょうねと、はい、でそれ以前の問題で体調が芳しくなくなった時には、うん、延命治療するしないっていうサインのところで、うん、じゃあもう苦しんでほしくないしねとか、はい、無理やりもう93なんで、はい、無理やり生かすのはかわいそうだよねって兄弟で決めて、はい、でサインをしたという感じで、揉めたりはされなかったんですね。そうですね、良かったです、うん、そうですね、それは揉めなかったですね。良かったです。揉める方もとてもいらっしゃるので。そうですか、はい、なのでその時にご本人がこう思ってた、うん、ご本人はこういう意思だったっていうのがみんなが分かってるってとっても大事なことなんですね。なるほどね。そうすると、うん、まあ、私は結婚するまでのところのサポートして、はい、結婚生活で先のところまでお互いに知っとくといいですね、うん、そうですね。例えばどういうふうにしたらいいんでしょうね、そのご夫婦が仲良くしていって最後、うん、就活できちんと金子さんのお宅はね、そのご主人が事前に分かっていて、はいはい、で1年半ぐらいかけて話して話して話して行かれて困ることはなかったわけですよね。ほぼないですね。で亡くなった後のことまでご主人がその道を引いておいてくれたっていうところを、夫婦仲が良くないとそうはいかないですよね。そうですね。私本当によく申し上げているのはやっぱり死の前後にはもう配偶者とか夫婦関係がもう鍵を握ってるってもう断定していいです。最後その延命治療をどうするかっていうことを決めるっていう時も、うん、その通りその例えば亡くなっていく方が言いたくても言えない、なぜ言えないかっていう話もありますし、うんうんうん、はい、簡単に言うとこう相続っていう問題もですね、そうですね、はい、遺言で書かれてるからこの通りやればいいかって全然そんなことはなくて、うんうん、その通りうまくいくところは全然遺言、なるべくまあ遺言書とかを残してですね、誰が見てもこうご本人がこう思ってたねってはっきり分かるような形にしておくのがいいとは思うんですけれども、うんうん、書かれてあっても揉めるんですね。あ、そうですか、はい、この時は例えば認知機能が衰えていたんじゃないかとか、うんうんうん、死を前にして例えば取り乱していたんじゃないかとか、うん、なるほどね、いろんな理由をつけられて、まあ、残された家族が争うことになってしまう、うん、なるほどね、はい、でその時にやっぱりそれは嫌じゃないですか、うん、特に配偶者だったら子どもたちがそれで揉めるのは嫌だから、はいはい、それをこう変えるようにしたりするんですけれども、うんうん、でもその時にですね、例えば夫から信頼をこう得られてる、はい、夫だったらこういうはずだっていう、遺言書はこう書いてあるけれども、うん、でもこう揉めてしまったら夫だったらこう動くだろうっていうことが分かってるって、なるほど、ね、そこまでこう人間関係がこう深くあってほしいなって、夫婦の中でね、はい、それね、なんとなく分かります。いつかね、私ある夫婦にね聞いた時に、はい、夫婦喧嘩をしたと、はい、で奥様が言ったセリフが、うん、この私が言ってるのよって夫に何度も何度も言ったと、
ていうことは、はい、何か揉めた時にあなたは私のことたっぷり知ってるじゃないって、なるほど、うん、っていう話をしてた聞いたことがあるんだけど、うん、まさにそれと一緒で、うん、夫婦がすごく話し合いを常にいろんなことで、うんうん、で自分たちのやってほしくないこととか言ってほしいことをこういつも言い合ってたりとか子育てのことでたくさん話し合ってると、うん、きっと最後の時には、はい、夫だったらこういうふうにしてもらいたかったに決まってるっていうのが分かるってことですよね、はい、ということはやっぱり夫婦仲はね、そうなんですよ、いい方がいいですね、いい方がいいです、いいと思います、はい、私はね、うん、もうぜひその夫婦仲がいいっていうところを婚活をする前の皆さん方に、はい、それから婚活をしている皆さん方に、はい、結婚したら一人じゃなくて、はい、パートナーがいて、うん、でそのパートナーと二人で手をつないで生きていって喧嘩したり、はい、慰め合ったり、うん、で最後に夫だったらこういうふうにしてほしいんだなとか、はい、妻だったらこういうふうにしてほしいんだなっていうふうに分かってもらえるような、じゃあ相手をね、そうです、見つけてくれたらいいですね、はい、はい、まさにそこでお願いしたいと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。ということでですね、もっともっとお話聞きたいんです、はい、全然今頭ぐらいしか伺ってないんですけれども、はい、実はそろそろお時間がやってきてしまいましたので、はい、また来週ね、はい、金子さんにはお越しいただけますので、はい、ぜひぜひあのまた続けてお話をしていただきたいんですが、はい、今日どうでしたか。あっという間でしたが、あっという間でしたね、本当に、あの、はい、ウェクサさんがおっしゃるように、はい、入り口の入り口です、本当ですね、本当に入り口の、はいはい、お話だったと思います、はいはい、じゃあ、 また来週もお越しいただけますので、はいはい、そろそろお時間ですが、お相手は植草美希でした。今日のゲストは、金子和歌子さんでした。ではまた来週この時間お楽しみに。ごきげんよう、さよなら。ありがとうございます。